SCP-998 と同系の MC-130E、コンバット、タロン。アイテム番号 SCP-998。オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコルエリア998、アルファは、SCP-998 事件の推定された位置の周辺およそ半径 20km と定められています。本エリアは全世界の地図上で立ち入り禁止であるものとしてマークされており、本エリアへの侵入を試みるあらゆる民間船及び航空機は排除されます。エリア998、アルファ内には財団の通信傍受艦、6現在はスクプス・サーベラス、が配置されており、その任務は SCP-998 事件の物証のための局所的通信のモニタリングです。説明 SCP-998 は、かつて米空軍第8特殊作戦飛行中隊に割り当てられた MC-130A、コンバット、タロン、軍用輸送機で、テールレターは、コールサインは、ブラックバード、ワン、ナイナー、です。SCP-998 は、削除済み、付近での特殊工作活動の最中、5名の乗組員、3名の乗客及び1つの機密貨物と共に痕跡を残さず、73に失踪しました。当初は悪天候が原因で墜落したものと考えられており、SCP-998 の残骸の捜索は3ヶ月後に成果なく中止されました。79SCP-998 の最後の基地座標の付近にいた米海軍の巡視艇によって特異な無線通信が検知されました。発信者とその内容の完全な分析の後、これは SCP-998 としての指定を受け、収容プロトコルが確立されました。1973年以来、SCP-998 によるものと確定した更新は11回に上ります。ホイ998、1SCP-998 更新記録。日付、79、対象 USS、米海軍巡視艇。説明第1次接触。通信が途絶えるまでの約3分間更新がなされました。発信者、ボイスプリント分析によって操縦士、削除済み、であると確認、は、機体のナビゲーション、システムに数多くの不調が発生しており、現在位置の確認を要求する旨を報告していました。通信は直後に途切れたため、USS はレーダー上で発信源を特定することができませんでした。日付、82、対象 SCP-S ハイドラ、財団通信傍受艦。説明エリア998、アルファから15秒続く変則的な人工信号を検知しました。認識し得る情報は記録されませんでした。日付、83、対象 SCP-S ハイドラ、財団通信傍受艦。説明エリア998、アルファから32秒続く変則的な人工信号を検知しました。録音によっていくつかの単語が識別されましたが、単語の集中したセリフは中止述されませんでした。日付、88、対象 SCP-S アルテミス、財団通信傍受艦。説明更新はおよそ93秒続きました。これは第一次接触に類似しており、ナビゲーション、システムがオフラインとなったために現在位置の確認を要求する内容の、緊張した声が聞こえたと報告されました。さらに、通信内容から機体が霧の中に迷い込んだことが判明しました。日付、89、対象 SCP-S アルテミス、財団通信傍受艦。説明更新はおよそ27分にわたり、これまで SCP-998 事件について記録された中でも最長のものとなりました。この間、財団職員は SCP-998 の乗組員にいくつかの指示を与えるとともに、信号の発信源を発見すべく多数の捜索機を展開しました。この間のやりとりで、SCP-998 は未だ当該地域の現在の天候とは真逆の深い霧の中を迷走しており、太陽あるいはそのような現在位置の参考となるものは何も見ることができないと主張しました。財団はついに彼らを肉眼で発見することができず、霧の中に何かを見たという SCP-998 の乗組員の報告の直後に通信は途絶えました。日付、93、対象スクプス・トーラス、財団通信傍受艦。説明非常に微弱な通信が自動録音システムによって拾われており、後にテープが分析されるまでは発見されませんでした。録音は、3秒間の爆発的なノイズと、
ヘルプ、という単語のみで構成されています。日付、94、対象スクプストーラス、財団通信傍受官。説明更新に成功。通信は非常に明瞭で、唐突に切断されるまで多数の人間の19秒間の絶叫で構成されていました。まとまったセリフは記録されませんでした。日付、削除済み、対象、削除済み、説明、削除済み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 。